加計美和子は、日本のモデル、女優、バラエティタレント、東京都出身、プラチナムプロダクション所属、元、JJ 専属モデル、元グラビアアイドル。デビューのきっかけは、高校在学中の2011年、友人といったファッションショーでのスカウト。2013年5月、リアルバラエティ番組、テラスハウスに出演。2013年9月14日、ワンライフモデルオーディションで、 準グランプリに選ばれる。9月23日、北海道日本ハムファイターズのインスタン、本拠地最終戦で、始球式を務める。10月5日、視聴者による一般投票により68,322ポイントを獲得して、目覚ましテレビの国庁目標リポーターに選ばれる。12月19日、初のオフィシャルブック、ミーコミワコカ系ファーストオフィシャルブックが刊行される。 2014年2月放送のテレビドラマ、最高の離婚スペシャル2014で女優としても本格デビュー。2014年4月4日、篠山紀信撮影の写真集、ビーナス誕生が発売された。2019年8月23日発売の10月号をもって JJ 専属モデルを卒業。2021年2月、新型コロナウイルスの濃厚接触者に該当する。 ことが発表される。主演が予定されていたドラマ桃色ン図色桜色は出演を見合わせ奥仲間ことが代役を務める。趣味は絵を見たり描いたりすること、音楽鑑賞、旅。特技はバレーボール、クラシックバレー。姉と弟の三人指定の次女。ひばがロシア人でハーフクォーターにあたる。好きな食べ物は春巻き、カレー、リンゴジュース。 テラスハウスのメンバーとの関係は、友達っていうよりは、気の許せる仲間みたいな感じだという。スミオカリナについては、普段だったら、お母さんに話していたような話を全部、聞いてもらうようになったと語っている。今井花や近藤あやとも仲が良く、頻繁に会っている。また、元メンバー以外では、進化は友愛が、多分私は、家計美和子に会いすぎてて、 彼氏ができないと語るほど親密で何でも話を聞いてくれるので私の癒しですねとも評している。ファーストキスは16歳の頃と告白している。交番。ありがとうございます。